誰かを幸せにするために戦い続ける、皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても、共に苦しもうではないか、共に悩もうではないか、共に喜ぼうではないか、共に楽しもうではないか、共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊、参る。名古屋おもてなし武将隊のこと初めて見たっちゅうものがあるから、
手上げてちょうよ。おお、ちらほら通るもんじゃないな。さようにございますな。よし、しからば、まずは我らのことを覚えてもらうところから始めてまいりましょう。おじゃな、我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし物の復讐だ。この名古屋を世界一の観光都市にすべく日々、この名古屋城を拠点に戦働きをしておるわけじゃ。こうして今日この演舞をしておるさなか、皆々が見に来てくれること大変嬉しく思う次第ですが、徳川殿。さようでござる。そしてこの者たちもしかりじゃ、忍びを見てよ。拍手をいたせ。乾杯よ。大久が集うたぞ。どうじゃ、改めてこの者たちの面前で100度腕立てをさせるなどということはもう申してないぞ。はくたびれてもらって実際にできると思うか。お主が手本を見せてみるか。そちらの方がええやもしれません。そっちの方がええ。おさようでございます。今から拙者がおこれやる。もう奮起させて。ではこの者の奮起に拍手を送るがよい。早いぞ。100もできるのか。やる。はできます。徳川様お待ちくだされ。なんじゃ、甲州の面前で売り立て伏せをするなど大名のすることにはござりませぬ。そうじゃろ、大名のすることではないじゃろ。見たら寒くて見てられ。服部半蔵正成は大名ではないのじゃ。なんと。ということはしてもよい。違う皆々が見てられんで。さようか。この寒空の中だったらね、その詫びではないけれども、わしらの姿を存分に写して持って帰ってもらう方がいいんだよ。4万でござるな。さようにございます。はい、これよりは写真撮影の刻である。よしよ。後で年江殿に饅頭でも送っておけ。さあでは皆々、これより我らが中央にて陣形を組み、三方向に向かってな姿勢を取る。それまでにその刻の間に我らの姿をからくりにて写し、お全世界に拡散してちょうよ。拡散を出すわけじゃな。ではみなみな、からくり準備いたせ。整いましてございます。では正面からいざ参る。5つ4つ3つ2つ1つ芝居じゃ。大義である。ちなみに服部半蔵正成が左翼方から参る。このような素晴らしい者たちは腕立て伏せの他に何か体を抜く得意出す方法はあるのか。さようですな。呼吸を1つ4つ3つ2つ1つ服部殿ご無礼。いえいえ、邪魔さ耐えてやる。ありがとうございます。さあ続いて右翼方じゃな。呼吸そんな温まるやつ。さあということで、その呼吸とはどのように出すのじゃ。さようですな。お腹から4つ3つ2つ1つ奥義には逆らえ。皆さんも大義である。確かに流れには、この流れには逆らえようになってまったわな。福田様、これがもう数を数えように最初は見えて仕方がない。確かに考えれと言った次第で。みなしも良い写真は撮れたかの。そうじゃ、撮れたというものはそうじゃな。おお、大変だわ。拍手で答えてくれてよということじゃな。凛よ、やはり演舞を見て心温まる、それが一番良いわな。うん、ということでみなしも温まったかの。よし、では忍者隊を大義であった前、子供たちに大きな拍手をば。ちなみに1ヶ月の鍛錬、わしも成果はまだ見ておらん。家臣たちにやらせるようであれば、これよりは徳川家康と臨武将隊にいたす。心得おけ。大変ならこたびは様式いたした。半蔵に大きな拍手じゃ。忍者隊を参。王道たるさ。なんで一瞬こっち見たの。先ほどは命を救っていただきありがとうございましたと、そういった礼の念でございます。いやいや、そんな礼なんてどうでもいいで、こっち。いや、銭。いや、そんなあとで饅頭くれるって言ったで。さぞかし重たい饅頭なんだろうなと。あ、山吹色かしこございません。やめ、違うよ。あ、ただの饅頭じゃ。なるほど。最悪饅頭もございますまん。
さあ、ということでな、名古屋おもてなし武将隊、そして徳川家康と服部半蔵忍者隊は、この後、武士たちと共に時を過ごすがゆえにな、存分に我らに声掛けをするがゆえに、といった次第じゃ、皆様また会おう。さあ、待ちよ。